何って何あ、ほら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 ちょっとこれ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 あ、なにこれ。はい、皆さんこんにちは。今日は生坂村の犀川河川敷に来ています。はい、ということでね、その辺とか水がね溜まってそうな場所がねいくつかあるので、その辺りで網を使って生き物を探してみたいと思います。ここちょっと浅くなってて水溜まってますんで、ここなんかいそうですよね。ちょっとやってみましょう。入った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 よ。何来た何来た何来た。ほらこれ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 。あ、これか。エビ違うか、うん、ちょっと水の中入れてみますよ。ほら水きれい、水きれいだもん。本当だね。ただ冬だから寒いですよ、うん、冬だから寒いけど水きれいですよ。上高地からね流れてくる水もここ来てますんでね。ほらきれい。いた。あ、いた。これ何これ。え、な、すごい、なんかカワゲラの仲間かな。カワゲラの仲間みたいですね。ヤゴかなとも思いましたけど。ですよ。この隙間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 どれだ。入った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 。おお、どれ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 。ほら、ちっちゃな魚。あ、うん、これキラキラしてっから多分これウグイか、ウグイか、まあ、ハヤでしょうね。葉っぱも入っちゃった。入ってった？あ、入ったね、入ったね。入った、あ、入った、入った、入った。ね、綺麗な、魚も綺麗でしたね。綺麗だったね。うん、あれはなんだ？あの、オイカワかもしんないね。あの、銀色の魚体だからね。それか、ウグイかな？何って何あ、ほら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 ちょっとこれ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 。いや、あ、何これ、すごいいっぱいだね。キラキラ、いや、キラキラだね。まあ、ウグイかオイカオなんじゃないかなと思いますね。キラキラだから、うん、すごい。ちょっと入れてみますよ。あ、何、すごい。よっしゃ、すごいね、うん、さすが犀川だね。犀川冷たいけどね、水つったいですよ。あ、うわー、かわいい。いっぱいいたね。あそこの下にいたんだね。あそこにね、増水な時にできて水が溜まって枯れてしまったと思われる池ね、水あったように思いますよね、あそこで見るとね、うん、ちょっとそこ見てみましょう。水位が下がって、もうほとんど枯れてますよね。ただここ残ってるんですよ、この母さん家。見えます？残ってる、残ってる、残ってるね、ここだけね。少しこういうとこにね、生き物溜まってたりしますんで、ちょっと見てみましょう。タニシみたいな、あの巻き貝ですね。あ、本当だ。なんだろう、あ、こっちも、こっちも大きめ、大きめのがいた。うん、ヒメタニシにしてはちょっと小型、うん、細長いからね。生きてるかな、カワニナかな、うん、ちょっとわかんないね。これもちょっと入れておきましょうか。この子ね、コロン、はい、生きてるね、うん、生きてる、うん、生きてるね、うん、角あるもんね、うん、はい、母さん入った、一匹なんか入った。これはヤゴですね、ヤゴ。ちょっと泥んこになっちゃってるから、あのバケツの中に入れましょうね、はい、小さなね、ヤゴですね、うん、こう、ずんぐりむっくりしてる、結構ずんぐりむっくりしてるヤゴですね。本当だね、うん、ご覧のように、本流と本流との境があって、なんか誰かが作ったのか自然にできたのかは分かりませんけど露天風呂のようになってますよね。ちょっとあれかな。あ、いた。いや、これちょっと捕まえるのかわいそうだけど、ちょっと一匹だけ、ごめん。あ、一匹どころかいっぱい入っちゃった。これ、母さん。え、なに？あ、すごい、この数がね、群れで。あ、さっきの。さっきと同じだね。さっきの子たちだね。うん、あの、これ、あの、もういっぱい取ったから逃がしておきますよ、これね、ここにね。はい、はい。魚、やっぱ浅いところに小魚は
いるんだから浅いとこ、こういうとこにいるってことですね、うん、やっぱり流れが緩やかで浅瀬、深いとこだと流されちゃうし、他のね、大きなマスとか鯉とかに食べられちゃったりしますんで、こういったとこにね、小さな魚逃げ込んでるってことですね。母さん、ほら見えますか？あ、見える見える見える。ほら、ちょっと見えるよね。ちょっとしたなんか我々が求めてるような池ですね。はい、うん、あれは本当にワクワクしますよね。はい、ここを通ってこっちと繋がってんのかな。どうだろう、繋がってないや、母さんや。あ、繋がってない。うん、だから増水で溢れた時にここに水が入って、あと減水したらもうここ池になるっていうような池ですね。はい、ということでこういうところでね、生き物を捕まえるとき、あ、ちょっとね、深くなってるところ網だとね、魚ヒョヒョヒョンって逃げちゃいますんで、こっち側狙うべきはね、その辺の浅いところ、浅いところのね、いきますよ、母さん。はい、そう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 、なんかね、動くのがね、見えるとね、まあ冬だからね、痛いよ、何もなしじゃないよ。ここここここ、ほら、物の中でもがいてる。もがいてる。これもヤゴだね。本当だね。物のとこにいたんだね、ヤゴね。ここにいたね。ここにね、はい、取れたかな、はい、母さん。じゃあこれも入れていきましょうか。はい、ここなんかいますね。なんかいるね。動いてた、動いてた。魚だな。魚かな。こんなところ、池の端っこですよ。先端部分。先端部分の、このなんか奥の方にね、なんか動いてる。いるんだよ、いるんだよ、なんか違うのが。これ取る。はい、魚か、あ、全部同じかな。全部はさっきの魚かな。さっきのとちょっと違う魚だな。あ、同じだ。あ、なんか似てる。いたいたいた、こいつこいつこいつ、これ大きいの、大きめのヤゴだね。そうだね、大きいね、うん、ちょっと入れてみようか。魚については同じだから逃がしましょうね、うんうん、このヤゴだけちょっと大きいヤゴ取れましたね、うん、ちょっと違うタイプで、うん、これ裏面見てるとこんな感じで非常にカメムシのね、うん、ヤマトンボ科のヤゴかもしれないですね、うん、こんな感じのね、ヤマトンボ科のヤゴです。ほら、おー、でか、足長くてね、本当だ、うん、はい、これもいましたね、母さん。あ、あのお得意のね、大須賀池で取れたマツモムシもいましたね、はい、マツモムシも入れときましょう。初めてだね、そうだね、マツモムシね。よし、あとはね、同じだね、同じのばっかりだな。あの、深いとこ大変だけど、まあ狙うは岩の隙間とかですよね。まあ行ってみますよ、軽く。はい、軽く行ってみますけど、結構深いな。結構深いよ。結構深さあるんだね、うん、逃げられちゃう。魚ヒューって逃げる。そう、魚はね、逃げちゃうよね。すごいの取れた。え、なにすごいの。母ちゃん、これあ、な、すごい、ヤゴの巨大ヤゴだね。あら、これはなんだ、ヤゴだよね、これね。わかんない、なんか太鼓打ちでもないし、ヤゴだね、うん、うん、これはでかい。もう3年生とかそのぐらいのヤゴじゃないのかな。これはでかいや、これはでかいヤゴだね、うん、大きいね、うん、比べるとわかりますもんね。もうここのバケツの中で一番大きいもん、うん、ま、あのね、ヤゴ魚食べたりもしますんでね、この小魚かわいそうなんでねえかって思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、まずバケツの中では食べませんみんな捕まえられたばっかでもう今緊張状態にありますんで、とてもね、食べようっていう気はないからご安心ください。なんかいた？取れた取れた。これエビかな。エビ？待ってね。はい、これ、あ、これはなんだかエビなんじゃないかな。ちょっと透過しますよ、はい、ほら、あ、エビだね。どこに行った？ど真ん中ですよ。あ、早いから。これだ、これね、うんうん、これは何だろう、沼エビかのエビなのかな。スジエビではなさそうな感じだよね。うん、では今日取れた生き物こちらです。はい、こちら、ま、このぐらいの大きさだと判別困難ですけれども、ま、ウグイカオイカは銀色の魚材だからね、そんな感じなんじゃないかなと思いますね。はい、こちらのヤゴです。1年ではね、トンボにならない
ものもいるということで、まあそういったものって大型になりやすいですよね。うん、うわすごいね。でか。大きい。これ裏面こうだね。おお。すごい。これはこんな大きいヤゴはなかなか捕まえられないですよね。こっちもなんか似た感じだよね。似た感じだね。うん、色が違うけど。色がね、モノ色だね。マズモムシはね、体表面に空気の層を作るんで銀色に光りますんで、見ると楽しいですよ。ね、泳ぎ方も可愛いよね。そうそうそう、超可愛いね。ゲンゴロウみたいな感じですね。マツモムシって言います。本当だ。銀色だ、うん。ただね、あんまり手のひらとかでいじったりするとプチョって刺したりしますんで、痛いってなりますんでね、気をつけてください。見えます？うん、魚も入りましたけど、エビね、乗ってますね。エビ乗ってるね。これは、まあ。沼エビ科のエビだと思いますね。はい、巻貝もね取れましたけど、これは何貝でしょうかね。ちょっと分かんないな。調べて分かるかな。はい、ではいかがでしたでしょうか。今日はね、すごくたくさんのね生き物を捕まえることができました。ちょっと冬で寒いですけどね、皆さんもね川に出て、遊んでみてはいかがでしょうか。ではこの動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。